うわくそー、さっき普通に友達の本名言っちゃった、友達の名前言っちゃってさ、あやばって思って消しました動画。まあいいや、あー結構面白く喋れてたのにな、ちょっとショック。そこ動画編集で切ればいいの、アホだから俺できないんですよ。いやできるけどね、ちょっとやってみようかな動画編集。あれ？動画編集やってみよう。ちょっとさっき捨てた動画を蘇らして、ちょっと今日動画あげるから、動画エディターみたいなやつで、でもあいつ嘘、多分嘘つくんだろ。動画エディターみたいなやつ多分カットできるだろ。あっ殺す気か。そうだよ、お前らいつでも俺を殺す気なんだ。でもでかい、自分の身長よりさ、マリオってチビ状態のさ身長ってどれくらいなんだろうな。っていうか今思えば俺すごいマリオチビ状態だな。それはクリアできんわ。そうでもないだろ、できるやつはできるよ別に。いや本当にブロック何一つないなこのステージ。鬼畜かなあ、すごいな、ひどいことしてくるな。マジでパワーアップ、さっきから確かに8の1やっぱ優しくないな。さっきはここで何回死んでんだろうな。慎重に行くのもちょっと尺なんだよな。ピョン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 、 B と A か。ほいほい、あの軽く押せないなボタンが、結構重くないこのボタン、痛いなずっと押さなきゃいけない。あー死ね、ほんとに死ねって言ったってね、誰も止まってはくれないんですよ。うい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 、あー指いて、このゲームクソだな、クソゲーですマリオ。金あったら任天堂スイッチオンラインのあのファミコンのやつ買ってやろう、使い心地いいのかな、それでマリオプレイしてやろう。うんこうんこ踏んだよ、うんこ踏みたくないしさ、鳥に糞を落とされたくないよ。いやマジでさ、人生で一回も鳥に糞を落とされたくないよねって言って、絶対さ杉外出た時糞を落とされるんだよな。だから俺日傘を持参しようかな、糞対策として。ねね、あのさ傘さしてるやつ異常じゃん、日傘さそうかな、鳥の糞対策として。ちょっと変なやつ見られちゃうな。いいだろ糞落とされるよりはさ、絶対いいよ。いやでも親はこのなんかね、変な やろうと思われたくないからさって言ってたから、俺はもう変なやつなんですけど。ああもうカスが死ね、クリアできないんじゃ。はい、ね、マリオクリアできないんで、ソフト追加されました。なんやいつの間に通信って。なんやケイトのカービィプラス。ああ、あいつか。あ、股間かゆ、めっちゃかゆいな、やば。やばいほどかゆくはない。別に。普通にさ、DS 受け継いだ時にさ、お金1000失ったんだよね。でかくない1000円って。股間かゆい。スーパーマリオアドバンス3できちゃうのすごいよな。なんかさ、お詫びで。昔俺25,000円、任天堂 3DS が25,000円の時買ったんですよ。その時お詫びで1万円値下げするんで、みんなに、みんなってわけじゃないですけど、別にね、あげるわって言って、何個かソフトって言ってくれました。結構遊べる。ぶっちゃけ金がなくなったら DS と充電器で
なんか充電がさせるとこでずっと遊んでりゃいいんだよ。あ、これ、あ、これ、なんで、あれ、ゆえやりまーす。これマリオじゃないんだよな、多分ミスタービデオって名前だよ、絶対。これなんかミスタービデオって名前なんだよね。マリオって、多分マリオってなんかあれだね、ミスタービデオって名前だったんでしょ、最初。変なの、ミスタービデオって。じゃあピーチ姫っぽいのはミスビデオなのかな。そんなことない、そんな安直なネーミングなくない。アレイウェイ、アレイウェイより多分人気な方なんだっけ、あのアレイウェイっぽい方、忘れた。なんかドラえもんの前の声優の人がうまいやつ。トリビアの泉でやってた。眠っ。トリビアの泉か、眠いな、眠いな、もう寝ちゃおう、俺寝るわ、みんなバイバイ。いや、ほんと永眠みたいに聞こえるんだよな。鼻かゆい、チンコ痛いんだよな、多分。チンコ痛いからチンコ洗おう、今日の夜頑張って洗おう。チンコ痛え、チンコ痛い時どうすりゃいいんだろうな。何もしなくていいでしょ、別に。ダメだよ、それは。病院行け、チンコ病院行け。よく何もしなくていいでしょっていうアンサーが出たな。お前何年生きてんだよ。いや、特に、うん、何も言いませんけど、生きてないのかもしれないの、俺は実は。眠、めっちゃ眠い。寝るわ、みんな、おやすみ。おお、アレイウェイ地味だけど楽しい。アレイウェイ、なんかやることないな。あるけどさ、別に。冷房しました、寒いな、冷房したら。後で冷房解除しよう。うわ、最後の1個全然壊せないって言い始めてからやっと壊せるようになる。なんか戦略的な打ち方わかんないよ、アレイウェイ。俺は来た球を追うだけだ。かゆい。かゆい。デブだからここが臭いんですよね、なんか。俺いろんなとこ臭いんだよな。でもやっぱ人間ってやっぱ臭いんだよな。いや、全然最後の一個当たんね。お、ちょっと戦術的じゃない、ちょっとテクニック入れたんじゃない。うわー、かすった。あぶんねえな、全然当たんない全然当たんないよ、こんな当たんないことある。避けてんのか俺、逆に。ずっとこれでいいよ。え、当たんない、え、マジで当たんない。ステージ1ずっと続くか。あ、マジで当たんない。なんで、なんで、なんで、当たってーん、当てってーんって言ったらめっちゃよだれ出た。かゆいな。すれ違い通信やろ、久しぶりに。ソフト更新しろ。なんで更新しなきゃいけないんで、久しぶりにやりてえの。ということで、俺はね、いろんなことをね、後でね、動画でね、友達の本名をね、友達の名をね、
告げてしまった部分をカットしておしまいです。ちょっとそこらしきところから全部カットしようかな。じゃ全然終わってねえじゃん。